はい、質問に一応どうします。今回の動画は、皆さん、私、1年半ぐらい厳選勢をやっているんですが、私の持ってるキャラたちが強くて強くて、もういろんな人に、もう嫌われてきたんですよ。お前はキャラが強すぎだと。もうこんな感じにね、はい。もうたくさんね、もうありますけど、こうやって。マジでこの人キャラ強すぎ、ムカつくとか、普段キャラゲーとか。お前のキャラゲーの方がとかって、こんゆく、もうこんなに言われてしまうくらい、キャラクターが強いボックスは、私持ってるんですよ。皆さん、そのボックス、欲しくないですかと。俺と同じボックスを、手に入れてみたくないですかというお話です。はい。てなことで、今回はサムネにある通りこちら、犯罪級に強いボックス欲しくないとのことで、人に嫌われてしまうぐらいキャラが強いボックスを手に入れる方法を、皆さんに教えようと思います。で、一応この動画初心者向けじゃ初心者向けなんですけど、まあ初心者の方、まあ俺が言ったことを全部実践していけば俺と同じぐらい強いボックスが手に入ります。で、中級者。中級者といってもまあキャラが強い弱い中級者いっぱいいるんですけど、キャラが弱いボックスがあんまり強くない中級者の方は、俺が言ったことを取り込めていけば、ボックスのさらなる強化につながると思います。キャラが強い中級者の方、まあ俺みたいな人は、まあ、新しい道として、ぜひ取り込んでくれたらなと思ってます。で、上級者の方、上級者の方はなんかもうね、こんな動画見ずに、ちょっと育成と PS 頑張って、ランカーとか入ってください。はい。特に上級者の方に私が言うことはないんで。はい。てなことで、人に嫌われるボックスの心得としては、5つございます。5つ。この5個の心得さえ学んでおけば大丈夫です。じゃあまず早速1つ目いきますか。1つ目。人に嫌われるボックスの心得。一つ目としては、こちら。はい。とにかく負荷は我慢。もうこれが一番です、もう。まあ、例題を出していきましょう。私持ってる卵こんな感じ。猫、サエ、パンダ、ガッツ、朝倉、ナメコ、ニンコ、レム、ネコ、ムート、チビグリ、チビビク、バルキリ、コング、カンガルド。で、この中で全然強キャラいるんですよ。例えば、チビグリ。まあ、あとは、まあ、朝倉。まあ、おニンコとかね。まあ、ガッツもまあ、強いだろうし。ファンダもよしと。で、一番はやっぱチビグリだね。チビグリみんな強い強いっつって、孵化したり してると思うんですけど、私は孵化しませんでした。はい。ちなみにもう一つ言うこととしては、孵化は我慢は二段階あって、今一段階目、新キャラの我慢について今ちょっと話しますね。チビグリ出ました。強いですよね。みんなバババ孵化してます。で、俺は孵化をしませんでした。で、これが正解なのか不正解なのかは、わかんないんですよ。実際問題ね。ただ一つ言えることとしては、孵化して後悔するより、孵化しない方が良くないかっていう話で、まあ、例えばの話でよ、チビグリ出ますと。で、強いね、チビグリね、って。で、さ、仮にチビグリが、もうとんでもないぐらい下放されて、マジでこいついらないじゃん。なんで孵化したんだろう。っていうなるのだけは避けたいんですよ。本当に。孵化をする。強すぎ、孵化する。下放。やべ、ワンチャン補欠入り。これが一番避けたいことなんですよ。はい。で、チビグリってブルードが出る前に出たんで、確かそうだよね。そうだよね。そう。チビグリが出た後にブルード出たんですよ。ってな感じで、まあ、次の転生シリーズは、まあ、レイドラがまあ、火力系、前を張る。じゃあ、ブルード、次の転生シリーズは、まあ、遠距離支援系だろうみたいな。まあ、いろいろこう噛み合わせていって、チビグリの負荷を我慢した結果、別にチビグリ全然強いんですけど、別にブルードでもいいし、みたいな。そういう感じに、要は簡単、まあ、簡単に伝えると、トップクラスのキャラだけを集めたいわけなんですよ、こっちは。もう常にトップクラスの立ち位置のキャラだけを集めて、いきたい。本当に、もうそれ一つだけなんですよ。もう常に強い、常に最強、このキャラだけを集めていきたいって思ってるんで、まあ、その下の層は、まあ、その下の層のいるキャラたちを全員孵化するメリットは、ないと思ってるんで、負荷を しません。で、我慢もしましょう。で、朝倉とかもそうですね。朝倉も出たばっかの時結構強いよねって言われて。まあ、出たばっかの時はそんなかな。で、後々ちょっと評価されてきたんですけど、朝倉も正直いらないんですよ。朝倉もチビグリもいらない。いらないです。いらない。マジでいらないです。俺からしたらいらないです。なんでかっていうと、朝倉よりもチビグリよりも強いキャラを持ってるからなんですよ。もうそういうことです。もう、白ダラをある程度やっちゃってて、ボックスに、のキャラパーが低いよって人とは、朝倉チビグリ入れることで、もうどん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 、キャラを強くしていくっていう、この、キャラの交換ができると思うんですけど、もう最初から強いキャラばっか持ってる俺からしてみたら、朝倉もチビグリも一応いらない
判定になってるんで、負荷を我慢しましょうってことですね。で、もう一つ、我慢の対象としては、こちら、東京卍會とか、私、出て2ヶ月ぐらい我慢しました。まあ、理由としましては単純ですね。卍會出る強すぎ、ぶっ壊れ、ああ、絶対下方来るじゃん。下方来ました。で、もう一回下方も来ました。で、そっからずっと下方来まくって、待ってくれよ。東京卍會これ補欠じゃないか。ワンチャン補欠見えてるぞ。っていうのだけは避けたくて、負荷を我慢したんですけど、ちょっと前にね、情報が入ったんですよ。東京卍會情報入ったんですよ。ってことはもう許されたんだろうと。で、今後下方が入るとしても、アビさんくらいだろう。と思って、卍は孵化しました。てな感じで、コラボキャラもね、ちょっといろいろありまして、豪快者とかもね、豪快者出たばっかの時ぶち壊れすぎてて、もう下方食らって、で、豪快者も1ヶ月くらい待ったんかな ?1 ヶ月くらい待って、孵化しました。で、豪快者に関してはね、ちょっと俺は、半々くらいかなっていう、召喚数が2ってのがちょっとあれで、まあ、てな感じでコラボキャラとか、あまりにも強すぎるキャラは、とかはちょっと見極めて、で、別にいらないんじゃないかって思うキャラは、負荷をしない。だって君はもっと強いキャラ持ってるもんっていう、ことですね。はい。で、二つ目としては、これはちょっとこれも結構まあ大事なんですけど、例えばの話しましょう。白田ってたくさんキャラがいますと、例えばね、もうワイバーンが嫌だよ。もう俺ワイバーンが辛すぎる。もうあいつうざすぎてもうマジで切れそう。アーチャー孵化しちゃおう。絶対にダメですね。はい。もう絶対ダメです。こちら、フェアリー。マジでもう本当にフェアリーが気持ち悪すぎる。なんなんだあいつも体力も回復するし移動速度があるし。じゃあフェアリーに倒せるキャラなんだろうな。コロポックルってキャラがいいらしいじゃん。コロポックル孵化しちゃおう。絶対にやめてください。もうこれはやめてください。もう、まあ、簡単に言うと対策キャラを孵化する。これダメです。まあ、これもちょっと例外なんですけど、まあ、例えば今環境で、まあ、強いキャラって言ったら、卍強いじゃないですか。で、卍に強いキャラって言ったら、まあ、マタンゴ、ドラライ、卍、コングとかなると思うんだ。マタンゴ、ドラライ、コング、魔導とかになるんですよ。で、マタンゴはありえないです。で、ドラライはちょっとまあ例外だとして、コングもないです。で、魔導。魔導って別に卍がいようがいまいが、絶対に活躍してくれるキャラなんですよ。ってことは、魔導は行ってよし、みたいな。ドラライはちょっとね、難しい。ソラキャラだからちょっとね、難しいんですけど、ドラライも、ドラライとかはちょっとね、あんまり話したくないな。あそこら辺ちょっと際どいんで。まあ、バルキリーとかもですね。バルキリーがうざすぎるからつって、エルフを孵化して、エルフを使う。これも、良くないです。はい。まあ、対策キャラを孵化するのは、ちょっとあんまりおすすめはしないですね。なんか本当に。マジでちょっと、なんだろう。で、ワイバーンとかって、まあ、一定数使ってる人はいるんですけど、結局あいつも少数派なんですよ。使ってる人の方が少ない。なぜなら安定しないから。その安定しないキャラに、対策をしたいっつって、さらに安定しないキャラを孵化しても、もう男もないんで、そうなったらもう全キャラを孵化する羽目になっちゃうんですよ。クレフラ嫌だからじゃあでもマタンゴ孵化するか、みたいな。そういうことになっちゃうんで、まあ、ちゃんと、もう強いキャラだけを孵化していってほしい。そういう、ワイバーンだとか、エンジェルだとかっていうのも、しょうがないと思い切ってもらいたいですね。もう仕方がない。ってな感じですかね。はい。対策キャラの負荷。これだけはマジでやめてください。そして二つ目。人に嫌われるボックスの心得。二つ目が、バッチリ惑わされるなです。これもかなり大事です。はい、誘惑に負けるなよ、とのことで。じゃあ、例えばの話しましょう。私、リザードマンの虹バッチ。もうちょっとで取れるんですよ。銃剣士の金バッチ。で、銃剣士の金バッジだったら、いざ虹取れんだ、つって。で、銃剣士の虹バッジって何使うのかな、つって。クイーンビー、あ、持ってるね。金バッジはデビル銀だ。あ、じゃデビルを銃剣士孵化して、デビル銀って何が必要なんだろうな、って話しない。確かアマゾネス。さ、アマゾネス。で、アマゾネスとデビル銃剣士孵化したら、銃剣士の金も手に入るし、リザードマンの虹も手に入るじゃん。ダメです。これダメです。いや、まあ、正直、ダメって言い方はおかしいんですけど、別に、例えばよ、じゃあ、オークがめっちゃ好き。オークの虹バッジ取りたいとか、別にいいんですよ。それはその人の楽しみ方だから。でも、もう強いボックスを作りたいなら、この考えは、絶対に捨てた方がいいです。現にね、ちょっと俺、若干誘惑に負けちゃってて、ベビーの金と、パワー数の金、こ
これを孵化す、取るためにアシュラが必要だったんですよ。で、アシュラ孵化しちゃったんですよね。はい。ただ、後々アシュラはちょっと強化されて、ってなったんですけど、ちょっとだけ本当にちょっとだけ後悔してます。でも、いい例としては、サムライビートルかな。サムライビートル確か、魔導騎兵の D1、D0 を取るために孵化したエンジェル、カエル、ゾンビ。ここら辺のおかげで、魔導じゃなくてビートルの金バッジ取れたんですよ。まあ、このことからわかるように、バッジはただのおまけと思ってください。はい。バッジはおまけです。お、たまたま取れてるじゃん。ぐらいに思ってください。バッジのこの、いちいち眺めて、このキャラの金バッジが欲しくて、このキャラの虹バッジがとか、よくないです、マジで。結局バッジって不確定要素なんで。仮にせっかくパースの金取っても、全然シマリスの青バッジ入ることが全然あるんで、バッジのためだけに負荷は、マジでやめた方がいいです。本当に。ただ何かの D1 を狙う最中に、たまたま取れてた。これは全然いいんで。こっちを目指してほしいかな。なんかこっち、うん。もうわざわざバッチのために新キャラ孵化して、そいつが、もうそいつのために補欠枠を使うっていうのはマジでもったいないんで、それはやめてほしいですね。はい。はい。そして、人に嫌われるボックスの心得、次なる心得としては、固定、リーダー、サブリーダーあるじゃないですか。固定はどちらもガールにしましょう。はい。まあ、結論、正直別にガール、無理にガールにしろ、って言ってるわけじゃなくて、別に全然ガールじゃなくてもいいんですよ。ただ、まあ結論から言ってしまうと、両方ガールが一番いいっていうことになりまして。じゃあまず仮に、まあじゃあ一つ一つ説明していきましょう。じゃあこんな感じで大型バーっていて。じゃあまあリーダーを、バホメットにしたいな。で、サブリーダー。サブリーダーね、どうしようかなーつって。じゃあちょっと今私持ってないんですけど、サブリーダーはちょっとこのサンダードラゴンがいいなと。で、リーダーサンドラ、サブリーダーバホメットでもいいなと。サンドラとバホメットを固定にするとするじゃないですか。そうなると彼らは今後 D1 が出るんですよ。で、D1 っていうのは、正直私が今お勧めしてる強キャラボックスは、D1 はほぼ取れないものだと思ってください。ほとんど。もうほとんど取れないものだと思ってほしいんですよ。ってことは、今後バホメットサンドラ D1 出ます。で、まあ、自分以外のプレイヤーは、バーメットサンドラの D1 を取る人が、ま、言いますと。で、ここで、D1 の差が生まれてしまうんですよ。もうステータスが 6% も、変わってしまうんですよ。で、スキルも変わってしまう、11と10でね。で、これ別に D1 の差って別にあってもなくても正直どうにかなるん、大概どうにかなるんですよ。ただ、D1 の差、別になくてもいい、あっても別に、そんなでけど、ない方がいいに越したことはないじゃん、絶対に。じゃあ、もう今後 D1 が出ないであろう、大型にしないか。ってなると、もう、ガールしかいないんですよ、ガールしか。ちなみに中型リーダーとか中型2固定は、別物で考えてます。正直言って中型リーダーとかはほぼできない、等しいんで、実際俺ができてないんで、1年半は厳選しててできてないです。で、まあそういうことですね。ガール2固定。もうリーダーもサブリーダーもどっちも D1 が出ないガール2固定で。おすすめします。まあ、仮にレドラの D1 が D0 取れるレドラをリーダーにする。でもいいんですけど、俺ですら、まだ大型誰も D1 持ってないんですよ。大型の D1 を狙いに行ってないからって可能性もあるんですけど、でも大型って正直別にガールでいいんですよ。こと足りちゃうんで。でわざわざその、何、レドラってまあアーチャーとかペンギンとか確か必要だった気がするんですけど、また、んマンドラとかかなと。そこら辺必要だったと思うんですけど、もうそれを孵化してレドラの D1 を取るぐらいだったら、そう、レドラに、もう代行が効くゴレガとかを、もう、使おうよっていう。でそうすることによって、レドラの D1 に必要なキャラたちの補欠枠を、また別のキャラに埋めれるんで、まあ、うまいこと伝わってくれたら嬉しいんですけど、大型って、まあ、固定するなら D1、D0 ほぼ必須。で、まあ、その D1、D0 取るために、弱いキャラを孵化しなきゃいけない。でその弱いキャラは、補欠枠を、まあ、つけたいと。もったいないじゃん、その補欠枠。じゃあ、ガールを固定にして、つけるはずだった補欠枠を別の弱い、別のなんか自分のキャラにつけようよっていうことです。で、まあ正直大型って言ったらまあ強い弱いの関係あると思うんですよ。マザスポージハートがちょっとずっと弱いんですけど、まあ今だったらまあサタンがちょっと強かったり、まあとかあのクイミ強かったりみたいな天狗アンチ豊富だったりという。あとガールって基本的に強いし、育成も簡単。で、絶対に育てて損ないキャラたちなんですよ。まあ、そもそも育成資源かかんないんで、仮にレドラを30フルにしました。使いませんでした。もったいないんですよ、メダルとかが。
でもガールってそのリスクがないんで、ガールはもう育成至読だと思ってください、本当に。まあ、なんでガール猫手をおすすめします。はい。一応ガールはガールもアビさんのついてるガールもいるんで、まあ、ガール2個手、自分のお好きなガール2人選んで固定にしてほしいです。はい。人に嫌われるボックスの心得。ルビーあるじゃないですか。ルビーは常勤か転生に使いましょう。もう本当にこれはお願いします。で、常勤福袋っていうのが、まあ、これですね。これ。3000レビューで買えるんですけど、これがめちゃくちゃ解読なんですよ。これをとりあえず買ってください。で、まあ一応団子とかもあるんですけど、これね。団子福袋とか裏ピーとか、なんかバッチだとかいろいろあるんですけど、ここら辺はちょっとまあ、まあ、時と場合によっては購入あり、でも基本的には常勤だけ買ってほしいかなっていう感じです。で、もう一個、転生って言ったんですけど、転生シリーズはまあ皆さんお分かり、このレーダルブルド。で、彼らって今後一生の強キャラが約束されたシリーズなんですよ。転生シリーズっていうのは、運営がそういう風に決めたんで、もうそうなります、絶対に。常にずっと強い。そういうキャラになるんで、そのキャラは持っていないとダメだよねっていう。ってことで、レイドラブルドプラス今後出る転生シリーズにだけルビー使いましょう。ルビーを貯まったら、常勤に買う。常勤福袋買えなくなったら、もう転生シリーズ来るまでコツコツ貯める。で、レイドラブルドは結構人権キャラなんで、結構ポン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 再販来るんですよ。なんで、ルビーはもう転生シリーズ常勤。常勤福袋だけ買いますと、3000ルビー貯まったら、でそれが終わったら、もうコツ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 2万ルビーぐらい貯めて、転生シリーズ来たらベッパみたいな。で、やっぱ欲しくなっちゃうんすよ。こういうさ、サンダードラゴンとか、悟空とか。でも、こういうキャラって一生強いかって言われたら別にそんなことないんですよ。そんなことがあるキャラもいます、中には。全然いるんですけど、環境って変わっていくものなんで、でもその変わっていく環境の中でも絶対に強いのが約束されてる転生シリーズがやっぱいるんですよ。だったらそっちにさ、ルビー使う方が頭良くないっていう。別にこっちにめっちゃルビー使ってる人が頭悪いって言ってるんじゃなくて、まあそういうことですね。はい。めちゃくちゃ課金できるよって人とかは別に、悟空とかサンドラ引いてもいいと思うんですけど、あんまり課金できない人とかは、もう悟空サンドラとかは諦めて、もう転生シリーズだけに集中してほしいかなって思います。はい。はい。で、まあこんなに結局長ったらしく話したんですけど、結局じゃあ誰を孵化したらええんだと。いっぱい話したけど、何を孵化したらええのと。私、作ってきました。ガチおすすめキャラ。純おすすめキャラの、2つ作ってきたんで、紹介しようと思います。で、まずガチおすすめキャラからなんですけど、こちらです。はい。左から順に、サムライビートでパートスーツ、東京卍会、朝倉、浦見修介、シマリス。龍剣司令では龍魔導士ブルードバーサーカラビとマーミー。もうこの10体は何が何でも孵化しましょう。もう孵化育成絶対です。で、バーサーカラビットに関してはリオン D0 を取っちゃいましょう。ビートルに関しては正直なくてもいいです。まあ、一体一体言っていくと、まずビートルをやってること強いし、一生腐らない、まあ、孵化ですね。パートスーツ。こいつもやってること結構唯一無二なんで、もう、孵化して OK です。で、マンジももう許された感あるんで、全然孵化して OK です。で、朝倉祐介。もう出た時からずっと強いです。俺も早く欲しいです。孵化しちゃいましょう。で、シマリスも、ずっと強いと思います。孵化でいいでしょう。で、さっき言った転生シリーズ2人、こいつらも将来一生の強キャラが約束されてるので孵化しましょう。で、バサカラビットマミ、ここら辺はちょっと足キャラの話になるんですけど、D1、D0 が取りやすい、なおかつ、そこそこのパフォーマンスを出せる足キャラって言ったら、やっぱバサカラビットなんですよ。で、マミに関しては D1、D0 なくても、やってること10は頭おかしいんで、孵化して OK です。はい、強いよ、この10体は。全然、もう、絶対強い。本当に。もうぜひとも育ててほしい。で、この10体は仮に孵化育成終わりました。じゃあ次何を孵化したらええんやろな。で、方におすすめなのがこちら。はい。純おすすめキャラですね。まあ、左から、ディケイド、プリンセス、朝倉陽、金木剣、豪快レッド、ちびぐり、悟空、猫。で、右側映りまして、ゾネス、パンダ、ベビー、オニンコ、アシュラ、魔導。で、右左化けたのが地流があって、左のキャラって D1、D0 の影響がほぼないキャラたち。で、右は、D1、D0 の影響が、まあ、左に比べたら多少なりともあるキャラたちなんですよ。まず、ディケイド。まあ、ここら辺は、必須キャラ、いやー、まあ、ちょっと難しいんですけど、人によるかなっていう。この中からお好みでっていう感じで、一応作りました。ディケイド、強いです。普通に。でも俺は、もし卵をゲットしたら、孵化育成はちょっと考えますね。で、プリンセス、D1、D0 なくても十分強いです。これがいるだけで、もうガラッと岡田戦の勝率変わります。ただ、固定してるガールによりますね、プリンセスは。まあ、サタガとかだったらありだよね、めっちゃっていう。でも、
まあ、仮にいらないけど、トレガホワガとかっていう固定だったらいらないよねっていう。まあ、いらなくはないけど、まあ、体力の多い進撃大型につけるのが一番強いんだ、プリンセスは。プリンセスもちょっと人と場合によるかなって。朝倉陽。朝倉陽も上の奴らに比べたら、まあ、朝倉陽がいなくても、なんとかなっちゃうんですよ、別に。あの、上のキャラたち、さっきのガチ、おすすめキャラたちがいれば。ただ別に朝倉も全然強キャラなんで行ってもいいと思います。で、金木も同様ですね。金木はちょっと朝倉たちが止まらないっていう強み持ってるんで、はい。で、豪快レッド。豪快じゃもうちょっと人によるかなっていう。結局召喚数2体なんで、召喚数少ないのちょっと戦いづらいよって人は全然行かなくていいと思います。ただ、全然強いと思います。で、チビグリ。チビグリも全然強いと思いますよ。ブルードとさっき比較しちゃったんですけど、ブルードと違って召喚数が1体多いし、で、鳥で守れるし、サボテンでサボテンでちゃんと火力出るし、で、二体出しによる圧もすごいしで、で、ブルドと違う強み持ってるいいキャラだと思います。こいつも正直別に支援キャラなんで D1D0 の影響そんなないかなって思ってます。で、悟空。悟空は今強いんですけど、ちょっと今後別にどうなるかわかんなくて。仮に別に悟空がちょ、本当にね、仮にね、ちょっと加工されて、やべ、マジで使えないじゃんってなる可能性もあるんで、悟空に関しては今強いからっていう理由だけで本当に入れてます。で、猫。コラボ猫は完全に足の継ぎ足しですね。一応他にも足キャラいるんですけど、アリンコない、サイない、行き場ありえない。で、残ってんのが、バイク、ネズミ、太っちょ。バイク、ネズミ、バイクはちょっと、まあ、いらないじゃないですか、正直。で、ネズミもちょっと足キャラとしてはちょっと性能低いかなって思っていらないですね。太っちょ。太っちょ、ちょっと強いんですけど、ちょっと見てほしいのが、太っちょの D1D0 がありまして、これですね。カタパ、チビドラ、バット。もう、これが必要なんですよ。大型バサーカー。まあ別にいいじゃないですか。カタパ、チミドラバット。この3体いかないと太っちょ D1 取れないんですよ。で、太っちょの D1 って結構でかくて、絶対に。だって9体出てくるんだよ。9体の全員のステータスが上がるわけなんですよ。そんなんないとダメでしょっていう。まあなんで、まあ太っちょはちょっとあんまり D1 の難易度高いんであんまおすすめはできないですね。で、次、右のキャラたちですね。ゾネスパンダ、ベビー、オニンコアシュラマと、ここら辺は D1、D0 取れるなら行っていいと思うよーって、こういうキャラです。はい。で、ゾネスは別に D1、D0 なくても強いと思ってますよ、全然。ただ、ゾネスはちょっと別の理由があって、別にアマゾネスがいなくても、別に火力出せちゃうんですよ、正直。いや、アマゾネスには、アマゾネスなりの瞬間的な爆殺火力っていうのがあるんで、それは分かってます。でも、別にアマゾネスがいなくても、別にレードラとか、もうラビットだの、シマリスの爆弾だの、マンジガサネだの、ブルーだの、スプラッシュだの、正直、まあ、代用できちゃうんですよ。まあ、代用できちゃうから、いなくてもいい時もちゃんとあるんで、アマゾネスに関してもお好みです。もう火力枠が、瞬間的な火力枠欲しいって方は言っていいと思います。ただ D1D0 は、ちゃんと狙ってください。パンダ。パンダは D1、D0、パンダに関してはちょっと難しいんですけど、パンダって、ほとんどの白ダラユーザーが全員強キャラっていう認識があるんで、もうここに入れただけです。全然強いと思います。はい。D1、D0 は、なくても強いって人もいれば、あった方がいいっていう人もいるんですけど、いや、まあ個人的には別になくても、まあ戦えるんじゃないかって思ってるんで、足キャラ特攻持ってるしなんで。でも、まあ取っては欲しいですね。ベビー。D1、D0 あるなら、全然ありだと思います。なかったら、絶対に育成やめてください。で、オニンコに関しても、ちょっとこれも難しくて、D1、D0、ってか、D0? スキル 11? 前、Twitter かなんかで見たんですけど、スキル11あるないの差がマジすごくて、もう豆がもう、威力と範囲がそんなに違うみたいな。まあ、なんで、ちょっと自分はオニンコ、卵は持ってるんですけど、D1、D0 の差見せつけられちゃうと、ちょっと育成悩むなみたいな。対戦相手みんなスキル11のおにんこで、俺スキル10でこれかみたいな、そこの差が出ちゃうんだもんなって思うと、どうしようかって感じです。本当に。ただスキル10のおにんこ見て全然強いじゃんと思った人は全然言っていいと思います。俺もスキル10でもおにんこは全然強いとは思ってます、一応。はい。で、アシュラは正直言って、スタンさえ決めちまえば何でもいいんで、D1、D0 なくてもいいと思うんですよ。ただ、やっぱり結局前張るキャラなんで D1 欲しいよねってことで入れました。まあ、正直この6体だったらアシュラはそんなにおすすめはできないかなって思います。次、窓系 D1、D0 あるなら、育成してください。取れないなら、育成はやめてください。で、俺のおすすめしてるこの、激強ボックスって、現役マジいないんですよ。
もう、さっきのガチおすすめキャラ10体。で、この中にも、魔導騎兵1匹しかいないんですけど、本当に。まあ、なんで、ちょっと、新しい何かしらのクソ強い中型の劇が来てくれたら嬉しいかな、とかって思ったりしてるんですけど、うち、キラービーとかカニとかっていう選択肢もあるんですけど、まあ、正直別に劇、まあね、ちょっと、ここら辺は、ゲゲキが欲しいよって人は、全然キラービー育成とかもありだとは思いますよ。ただちゃんと B1 リードを取ってほしい。別なくてもいいけどね、全然。ただ俺はちょっとゲゲキなしでも戦える体になっちゃってるんで、まあちょっとそこら辺は人のプレイスタイルによるかなっていう。俺はたまに魔導が来るぐらいでちょうどいいんすよ、マジで。俺はたまに魔導が札に来るぐらいのゲゲキの数がちょうどよくて。で、毎回、一枠、なんなら2枠を欲しいって人は、まあサブリーダーをゴレガにして、ま、魔導騎兵プラスカニ育成とかでも全然いいと思います。はい。まああくまでもね、これは、まあ動画の中で散々言ってますけど、強くなりたい人向けの、もう動画になってますんで、まあ仮にね、別に、ニジバッチ、自分の好きなキャラの D1、D0 取って、ニジバッチ取ってっていうのが別に悪いことじゃないんですよ。それも全然正解。それも一つの正解です。ただ、新しい、別の正解をどうですかってやってるだけなんで、これは。まあ、そこら辺はちょっとね、あんまり勘違いしてほしくないなと思って。別にどんなやり方だろうが、その人の、その人のやってる、もう、それが、もう正しいっていうか、それ、もう、人それぞれなんで、もう、白だらの育成の正解っていうのは。ただ、もうちゃんと人に、もうキャラが強すぎと、もう、怒られてっていうか、言われ続けてきた俺が言う正解が、まあ、正解を、ま、提示してみました。っていう動画ですね。はい。まあ、てことで、まあ、全然質問とかあったら、コメント欄とかでも全然募集してるんで、全然お答えしますんで。はい。てことで、ウニュージブでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。